こんにちは、ソックニッターのまゆみです今日はこちらの「手編みのハンカチニッタオルを編んでいます」という動画です。こちらの本はなんと101種類こんなにねいっぱいあってかぎ針も棒針もあってで母はかぎ針私は棒針でちょっと編んでみました。もう早速こっちに見えているのですがこんな感じで こちらは母のもので、細編みで編んで、で、外側をエッジングっていうんですかもう、して、ここがね、カタカタなるのをね、こうパッと見わかんないようにしています。で、こっちが筋編みのもので、で、これがボーダーで色を変えながら、こっちこう色を変えしました。これ母がね、自分で研究して、この指定のものよりもちょっとちっちゃめのものが作りたかったので、ちっちゃめバージョンで作りました。 えっと1 7ンチ1 8ンチぐらいのものにして作ったようですこちらの3つはこの浜中さんのポームオーガニックコットン100%というものを使いましたえー、っと 25g ありますオーガニックコットン100% でこちらは、えー、5号の針でかぎ針で編んでこんな風に仕上げました他に長編みのものとか、えっと、あと2枚編んでるんですがもうプレゼントしてしまったのでちょっと取れないんですがこんな感じですあんまりアップで写さないでって言ってたんだった <laughs> であとまだこのねイニシャル入ったものとかもしたくて今ちょっと下で練習していますそして じゃん。こんなのもね、やめました。これ一番最後にあって、まあ、レベルも書いてあるんですけど、えっ、ー、と、3、うんー、最大は3だけど、そのうち2だったんだけど、結構、母にも私にも難しくて、ここで減らし目、増やし目とか、ここでも増やし目で、1段目、2段目がね、ちょっと難しくて、何回もやり直しして、で、ちょっと間違ってるかな <laughs> なんか形がね。でも、3段目、4段目からは、こう、すごく楽になって、 で、なんせ形がね、かわいい。このハート型をね、作ってみたかったんですよね。であと、この、これをね、まん丸になるんですが、こういうのもいいし、こういうエッジングもね、やってみたいなと思っています。これはもう終わかな。で、このボーダーと比べたくって、私もボーダーを編んでみました。これは指定の通りで、指定の通りの針で、したら、本当にね、 指定通り22センチに仕上がったので、すごく、なんかスッキリしました。で、こんな感じでガーターで色替えをすると同じくボーダーになるのですが、うーん、ど、どこだったかななんか一箇所間違ってるところとかがちょっと目立ったりもするし、で、棒針の場合は裏がね、ボーダーにならないんですよね。かぎ針だと裏もね、こう、 渡ってる糸が見えるのか？ねあ、じゃあかぎ針も棒針も一緒じゃ一緒かな。でかぎ針の方がちょっと厚みがある感じがします。で、棒針の方が糸を使わなくって。済んでえっとこれは一玉使わないんですが、えっと例えばこれは？22センチで編むとちょっと足りなくなる。 のでまあちっちゃくしたっていうのもあるんですがそういう工夫をしていますどうでしょう皆さんこんな大きい22センチのハンカチを使わないのであればちょっと目数を減らしてもいいと思うし私はいつもね長方形のハンカチを編んででそうするとこうパタってこう折っても厚みもないし何枚もねこう洗っても邪魔にならないし持ち歩きやすいという感じでいつもしていましたそして これよりも前にしたのがこちらです。このね、アリゼのベラ、あ、ベラバティックって書いてたと思います。えコットンの糸もあるんですね。で細めで、だったので、こっちは2本取りで、で、指定の針で編みました。えっと、こんな感じで、カノコ編み、代わりカノコ編みっていうんですか。 7段だったかで変わるのでどん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 こう進んでいくのが楽しかったしでかのこ編み最後一目かのこ編みをしてここがね丸っこくなるのも可愛らしいなと思いますメリアス編みのハンカチも可愛いしかのこ編みも可愛いいなと思いましたそしてもう一個私も挑戦してみたかったのが これすごいカラフルだったので、これを活かしてと思って、鍵針のハンドタオル、大きかったんですが、それをちょっと半分サイズで編んでみました。なんかインベーダーゲームみたいな。<laughs> このね、ここがこう中心になってって、ここにこう穴がこう、ネット編みみたいになるような柄になっています。 だけど、ちょっとこれ、段染めちょっと似合わない感じがするので、段染めはやっぱりこういうね、かのこ編みとかメリアス編みとかがいいかなと思います。で、こっちはかぎ針3号で指定の通りでいったので、えっ、ー、と、こっちをね、こっちのと、ニットタオルのセットを買った場合には、棒針2本取り、かぎ針1本取りで指定通りの針でするとちょうどいいかなと思います。 これはね、こっちで編むか、単色で編むかにしてみようかなと思います。母もね、この柄編んでみたいって言ってたので、ちょうどいいなと思います。かぎ針は母にお任せしようと思います。<laughs> えっと、1日あれば1枚編めるしえ、初めてのものでも、初めての柄のものでも、 1>, 1日あればできるし多分慣れてくれば同じあの細編みとかだったら1日2枚3枚くらいまで多分いけると思うんですよね。なのでたくさん糸を買っておいて何かこうパッとプレゼントしたいなっていう時にこれを開いてするのもいいし私はねあこのスカシ編みもしてみたいしこのエイジングがね楽しいなってこういろんな種類があって。 なのでエッジングを全部制覇してみたいなと思っています。ああこの水玉もしたいしこのチェックもやってみたいなって思っています。ちょっとエッジングだけね紹介しようかな。これがこれとこれ同じかな。うん、これが1段バージョン端っこね。 でハートの形に整えて見せてくれるしピンクを使ってるのでねハートっぽく見えるかなこれ多分洗ってこうちゃんとアイロンをかけるとハートの形になると思いますこんなふうにたたんでますね本ではね <laughs> でも母はこういうふうにしてあっちゃんと左右対称かななんて見てましたでこれも多分同じかな一段 これが2段とかで3段のがこれだったと思います。で、これもね、ちょっとこの糸が足りなくなりそうだったから、ちょっとこう減らしたりとかして調整もしました。それでもまあおかしくはないかなと思います。ということで、今日は手編みのハンカチ、ニッタオルを、ちょっと編んでる様子じゃなくて編んだ結果というか、をお知らせしました。裏もお見せしようかな。 こんな感じです。こういうね、柄をね、入れれたらいいなぁなんて思っています。可愛いいですよね。ということで、今日はニッタオルでした。最後までご覧くださり、どうもどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。